3月毎日投稿すると豪語したものの、投稿時間まであと2時間、編集が終わっていない。どうしたものか。どうしよう。でも本当にどうしよう。こうなったら YouTube 未公開練習動画ダッシュで行こうぜ。はい、ということで練習未公開動画ちょっとここで上げさせていただきます。これ2019年です。2019年、懐かしい。でこれも2019年の2月かな、上裸で寒そう、2月なのに。これが山形県線前の1日前ですね、フライングしたやつ。これがコロナ明けの練習動画かな、懐かしいね。めちゃくちゃ腰詰まってます。これが去年の夏だね。11秒3で走った後のすぐの練習だったかな。まあここからだいぶ調整できてね、去年は10秒7で走れたので、まあしっかり諦めなくても皆さんね、出るからタイムをね。まだこの時はちょっとリーチアウトも強めで、まあ、10秒7出る気配はないよね。まあしっかり調整すれば出るので、大丈夫大丈夫、気にしない気にしないで頑張る、やるべきことはやる、それが一番大事です。でここからまた動きよくなってね、これがもう10秒7出すちょっと前ですね。でこれが2週間前ぐらいの120ですね。まあちょっと練習の意図としてはあんま良くなかったんですけど、120、12秒8で走れたので、まあぼちぼちかなと思います。はい、ということで本当にこんな動画になってしまってすいません。明日からまた投稿頑張ります、よろしくお願いします。あれこれまた、そうだよね、エンディング来ちゃってるよね。ご視聴ありがとうございました。いやー本当申し訳ない、ご機会にやるから、ちゃんとやるから、3月明日からまた楽しみにしてて